昭和50年台風第5号は、1975年8月に、高知県に上陸した台風である。新図8月12日に、カロリン諸島付近で発生した台風5号は、発達しながら北上した後北西に進み、17日8時50分に、高知県宿毛市付近に上陸。その後、伊予灘を経て、山口県西部に再上陸し、日本海に抜けた後に、 熱帯低気圧へと変わった。台風が足摺岬の南南東およそ1 5 0トルの海上に達した16日の夜半頃、高知県の西部が暴風域に入り、上陸直前の17日8時10分には足摺岬で観測史上1位となる最大瞬間風速秒速52.1メートルを記録した。台風通過後の十七日十二時頃から、 中部の西寄りの山間部を中心に豪雨となり、降水量は13時までの1時間に、佐川で108ミ、mm、リメートル、14時までの1時間に、仁淀川町池川で94.5ミ、mm、リメートル、須崎で90ミリメートルに達した。その後豪雨はやや東に移って17日夜まで続き、17時までの1時間に、井野町生山で93ミリメートル、18時までの1時間に、柿の またで119ミ、mm、リメートルを記録、特に柿の、またでは18時までの3時間に312ミ、mm、リメートルに達した。17日の日雨量は、柿のまたで741ミ、mm、リメートル、佐川で623ミ、mm、リメートル、船戸で614ミ、mm、リメートルとなるなど、山間部を中心に500ミリメートルを超え、記録的な集中豪雨となった。このため、 二淀川や鏡川では大洪水となり、山崩れや土石流も多発して大災害となった。高知県だけで家屋の前半階が2160棟、床上浸水12891棟、床下浸水17322棟に達し、大きな被害が出た。なおこの台風による死者は77人、負傷者は209人となっている。 この台風による被害が大きくなった原因としては、台風そのものは中型で、波の勢力であったものの中心より東側に強い雨雲を持ち、被害が特に大きかった高知県の西側を通過したこと、上陸後の台風の移動速度が時速15から20キロメートルと遅く、長時間暴風雨にさらされたこと、さらに台風通過後、暖かく湿った空気が、 南から長時間流れ込んだことにより、高知市西部、特に鏡川上流域に記録的な集中豪雨が起きたことなどが挙げられる。このため、鏡川や神田川、熊川や高水川の流域における被害が多発した。ありがとうございます。